見えないな。はい、ご視聴ありがとうございます。今回ですが、こちらにあります、一番くじドラゴンボール VS オムニバスビースト、ラストワン賞孫悟飯ビーストフィギュアラストワンバージョンを開封していきたいと思います。すいません、くじ引きシーンとかはないんですが、よかったら見ていってください。ではもう箱飛ばして開けていきますね。お、ダンボールぶち込みパターンじゃないですね。ブリスターに入ってました。本体もまるっと入ってますね。組み立てなさそうです。立ちますかね。お、いけますね。じゃあ補助パーツありますが、なしで見ていきましょう。はい、完成しました。いや、ついにこのビジュアルフィギュア化ですね。プライズとかも出てましたっけ。まあいいや、見ていきたいと思います。はい、ではですね、まず全体をいろんな方向から見ていきたいと思います。こんな感じになってます。はい、で今回のくじオムニバスビーストですが、私遅めの活動開始となりました。今回まあ多くの方魔人ブー狙いだったかと思います。珍しさですとかコレクションの必需品、ブーが3形態揃いますもんね。あとフィギュアーズゼロの超高騰なんかもあり、多分一番人気でしたよね。ブーが残っていないとスタートすらできないっていう方も多かったんじゃないかと思います。ただ私の場合、ブーは全然なくてよかったんですよね。まあシリーズ集めてないですし、映画のクライマックス、主人公の最終形態っていうのが一番欲しいとなりまして、まあ、そういう方もいるのではないかと思ってます。同志いらっしゃいますかね。はい、ではですね、お次回してみていきましょう。こんな感じになってます。で今回私ですね、運よく12回で上位賞なしというお店を見つけることができました。土曜の夜に探したんですが、10店舗くらい行って半分くらいはやってなかったんですよね。終わったのかまだなのかで覗いただけなので聞いてはいないんですが、結構ないお店もありました。残ってたお店は大体絶望的な残りをしてましたね。でそんな中、ラストワンだけ残っているような見た目のお店があって、入ってみたらですね、残り10枚と言われまして、もうそれは行っちゃおうってなったんですが、会計時にサクッと12枚ですねって言われて、そういうのありますよね。まあ、全然良かったんですが、1500円差って地味にでかいですよね。まあ、そんなわけで大体1万くらいでゲットみたいな形になりました。まあいいですよね。でラスワンって本当狙って引ける要素とかもないですからね。そんなわけでもう回収してきちゃいました。はい、ではですね、お次近目にもして見ていきたいと思います。で今回のご飯ちゃんなんですが、映画のオリジナル形態でして、孫悟飯ビーストですか。名前も後から発表されましたよね。怒りで強くなるっていうご飯っぽさっていうのがまた大人にもなってやってきましたが、90分という尺でプッツンまで持っていかないとっていう構成もなかなか大変そうですよね。銀がギリギリは50分くらいだったそうで、さらに短いんですけどね。まあそれはいいんですけど、今回の A 賞ってあれ何なんですかね。パーって出てきましたっけ。なかった気もしますが、ゲームとかもドラゴンボール幅広いですからね、あるのかもしれないのであまり突っ込まないでおきます。まあでもやっぱりチョキですよね。まあ、観光殺法が見せ場なわけで、私はもう断然ラストワン狙いでした。ラスワンが A 賞でラスワンはメタリックとかじゃダメだったんですかね。まあでもドラゴンボールってメタリックとか全然ないですもんね。ラスワン単独だったり、やっぱり仕様違いっていうのばかりなので、他のくじとはまた考え方とかも違うんでしょうね。まあ、でも今回は個人的に少し謎を感じてしまいました。まあそんなわけで、とにかくラストワンが欲しかったんですよ。ご飯ビーストという存在が今後どうなるのかとか、であと映画くじって落ち着いたりとかすると造形物もぴったり止まりそうですからね。まあそんなわけで、欲しかった名シーンの方をですね、無事ゲットできましたので満足いく形となりました。もう本当に良かったです。はい、ではですね、お次画像にもして少しだけ作りもお伝えしてみたいと思います。でお顔ですが、めちゃくちゃかっこいいですね。
手との焦点とかも合ってると思います。で、肌は成型色でちょっと濃いめですかね。で、モールドだけなのでドラゴンボールキャラ特有の目の下の線とか、塗られてたらより雰囲気増したのかもとも思いました。まあ、でも本当にかっこよかったです。で、髪の毛はシルバー単色ですね。で、少し圧迫して入ってたか塗料の、まあ、ひびか歪みみたいなのがあってちょっと残念でした。まあ、でもドラゴンボール系は彫りとか照明だけで見た目はすごくかっこよくなりますからね。で、あとシルバーなので少し反射なんかもする感じもかっこよかったです。で、最近もうほんとコストのせいとかかわかりませんが、肌が成型色丸出し単色なんですよね。で、結構濃いめなんですよ。赤みが強めというか。で、細かい線とかもあって造形は本当に素晴らしいんですけどね。いやー、この辺はちょっともったいないとやっぱり思っちゃいます。で、まあその代わりといいますか、衣装にはコストを振られてるんですよね。ピッコロさんとオソロなんですが、濃いめの青が全体的に吹いてあって、帯部分なんかも単色ですがツヤはないんですよね。で、肌同様に細かい線とかもたくさん入っていて、衣装は本当良かったんですよね。あの、肌もこれくらいだったら最高だったと思います。まあでもやっぱり足とか靴に戻ってきて成型色なんですよね。まあでも細かくはできてます。はい、そんな感じでした。なんでしょうね、ボリューム造形ともに最高なのに部分的にコストカットされてそうな素材感っていうのが、まあ今までもそうといえばそうなので、あと実際こだわるこだわらないとかもあると思いますので、もちろんちびっこなんかも買いますし、価格や大きさバランスを取った形なんですかね。あの、個人的にも全く不満とかはないんですよ。これだけかっこいいドラゴンボールフィギュアがあるっていうだけで最高ですが、やっぱりもったいないなとかそういうのは感じる部分ありました。まあでもこのご飯超かっこよかったです。はい、ではですね、最後にもう少しだけ映して終わりにしたいと思います。こうやって見てるとオレンジピッコロさん欲しくなりますね。まあでも無事ラストワンゲットできましたので今回は我慢したいと思います。まあでもこうやって映画ビジュアル系だとそんなにコレクションしてなくても入りやすいですよね。それも良かったと思います。むしろブーとかゴテンクスって他のくじで分けてもいいと思うんですけどね。なんかドラゴンボールくじって混ざりますよね。そんなこと言ってたら私も少しずつ今増えてきてしまってるので、またこんな感じでちょびちょび引いては動画にするかもしれませんので、よかったらぜひまた見に来てください。お待ちしております。はい、ではですね、そろそろ終わりにしたいと思います。いかがでしたでしょうか。この動画面白かったらぜひとも高評価ですとかチャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、では以上になります。今回は一番くじフィギュアでご飯ビーストの開封動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。